こんにちは、前世猫男です。本日はここからスタートです。愛知の空の玄関口セントリアです。前回海外旅行の際は第一ターミナルを使っていけましたが、今日は LCC 香港エキスプレスを使うので第二ターミナルから行きます。第二ターミナルは第一ターミナルの後ろ側に位置します。で、実際外に出て歩いていきます。連絡バスがどうやらあるみたいなんですけど、いまいち場所が分かっていないのでいつも通り歩きたいと思います。第2ターミナルは、コロナ前に2020年の時に韓国に行った時に最後に使いました、中部国際空港の駅からだいたい5分っていう形で言われてますが、もうちょっとかかる気がします。で、右手に見えるのがフライトドリームっていう、フライトオブドリームスかっていう飛行機が置いてある、いわゆるミュージアム的な場所になります。フライトオブドリームスを抜けてようやく第2ターミナルに来ました。第2ターミナル入っていきます。うわ、ガラガラ、全然いない。まあ、そもそもここがそんなに飛行機はないのでこんな感じです。動いてるのが知事航空と今回乗る香港エキスプレスともう一社。今チェックイン完了しました。朝エラーが起きてたのを聞いてみたんですけど、特にわからないということだったので、もしかしたら自分の問題かもしれないです。今からまたフライトオブドリームズに戻ります。あちらで間に合ったプライオリティパスを使ってご飯食べていきます。戻ってきました。フライトオブドリームズはこんな感じで飛行機が置いてあります。そして今回プライオリティパスを使えるのはこの目の前のザ・パイクブリューイングレストランです。では早速入っていきたいと思います。今回初めて利用しましたがめちゃくちゃ美味しかったです。確かスペイン行った時、このターミナルできた時より最初からある店なので、まだ頑張ってほしいです。さあ戻ってきました。今から出国審査をしていきたいと思います。国際線の右側から出国していきます。無事出国審査と荷物検査完了しました。こっちの第二ターミナルの方はなんか荷物検査とか身体検査厳しい感じがしました。第二ターミナルの苦手なところはこの無限に続く通路、そしてあとこの煽りのこの文言。これで当初できた当初結構ムカついたっていうコメントも見ました。こんな感じで書いてくれてますが、だいぶ遠い。抜けたら、免税コーナーが出てきました。こっちがお菓子関係とかで、こっち側の左側が化粧品関係です。で、薬局が松清があって、奥に、あ、前あったんかな、ソラテラスというのがあります。はい、じゃあ乗っていきます。から香港エキスプレスに搭乗していきます。早く乗りたいけど
なかなか入れなくて寒いです。意外と平日なのに乗ってます。でも自分の隣は多分空席なので嬉しいです。香港国際空港到着しました。4時間のフライト、なかなかカオスでした。今から入国審査をしていきます。今電車で移動してきました。今からイミグレーション入国していきます。本当に飛行機の中はカオスで、ずっと泣いてる子供はまあ仕方ないとして、一生一夜ついてるカップルとか、ずっと座席を移動しまくる団体がいて、すごく迷惑でした。無事入国できました。疲れた。今から、空港から出てバスで市内に行きたいと思います。目の前が両替所です。で、左がみんな私を待ってくれてます。今両替しました。1万円がなんと480香港ドルです。めちゃめちゃ高くなりました。いや厳しいな、これは。本当に空港で買えないといけないので仕方なかったんですけど、厳しい。では今からバスに乗っていきたいと思いますが、移動が多分必要なのかな。右に向かいます。で、今回はこの A の21もしくは22を乗っていきます。香港は実に4年半ぶりぐらいに来るんですけど、物価高騰が半端ない。前回来た時が確か1香港ドルは14円だったんですけど、今は18円で、今多分空港で買えたので約20円ぐらいになってます。なかなかやばい。歩いて割とすぐのところにバスターミナルありました。こっから A の21か22を探して、ちょっとなんて読むかわかんないですけど、そこに行きます。ここですね。こっちの、あ、消えちゃった。あれ A の、あ、あった。こっち側ね。 A の21、今までずっとあのエキスプレスを使って行ってたんですけど、あれが今4000円ぐらいに跳ね上がっちゃったので、もうもはや、あ、往復で4000円ですね。なんで片道2000円ぐらいになっちゃったんで、ちょっと現実的じゃないので、庶民派の私はこっちで行きます。ちょうど来てたのでこれに行きます。モンコク行きです。まさかのクレジットカードが使えたので両替必要なかったですね。今乗ったバスなんですが、値段の方が、645円です。結構安い。これで市内に出れるので、エキスプレスの電車ですね、あれよりも1400円ぐらい安いです。ただ時間は1時間くらいかかるので、急ぎの人は電車の方がおすすめです。街中に来てました。なんか香港らしい風景が見えます。反射しちゃってて見にくいですが、高いマンションがあります。無事にやってきました。あー、懐かしい風景。今モンコク周辺です。降りるときは急がないと、こういう感じでどん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 止まっていくので、早めに準備します。到着しました。日本の吉野家もある。でも
香港に来てまでは食べないんです。今からホテルに向かいます。ちょうどこのハートマークのところがホテルなので、あ、やっぱ反対側だな、そこで渡らないと。過去香港は、今回含めると5回目になりますが、だいたい夏場なので暑かったんですけども、この1月はなんと22度、20度前後なのですごい過ごしやすいです。今の格好こんな感じです。ちょっとダサい格好なんですけど、シャツとかパーカー、このせわしい音、懐かしい。日本では絶対普及しない音。ホテルはもうじきまっすぐ行って、ちょっと路地を曲がるとすぐ着くみたいです。非常に便利です。お店も結構あるから夜は困らなさそう。あんな感じで店があったりします。セブンイレブンの隣のこのウィーホテルクーロンが本日の宿です。早速チェックインしていきます。愛は全ての保証金が差し引かれます。 OKOkay. Got it. Got it. Yes. Something like that. Yes. Okay. Another one is. Durian を食べない。Okay. It's more easy. Yes. Okay. Just cut it. Thank you. ありがとう。無事ホテルチェックインできました。入浴中はちょっと禁止事項がいろいろあって。ちゃんと閉めようねっていうことです。火災報知器が鳴っちゃうみたいです。あと香港もそうですけど、ドリアンは禁止、もうむしろ食べないので全然気にしないんですけども、やはり清掃が大変そうです。4つしかないんだよ。へえ。部屋はこんな感じです。非常にコンパクト。写真結構広めに撮ってたけど、やっぱり広角レンズで撮ったんですかね。でも全然いい、良い。ちょっとじゃあルームツアーっていうことじゃないですけど、ルームツアーしていきます。じゃあルームツアー簡単にしていきます。まず入り口入って早々、全身の鏡があります。明日の身だしなみチェックできます。で、その隣がハンガーが4つあります。で、奥行くとこんな感じでベッド、結構大きいね。ダブルサイズかな、助かる。まあ多分2人ベースで泊まる部屋だと思います。で、その隣に、海外は一般的にある金庫と、お、珍しくスリッパが。おお、どうしたどうした。あ、はい。ああ、あ、やべ、すっかり忘れてたんですけど、パスポート渡しっぱなしで今持ってきてくれるそうです。で、スリッパがこんな感じであります。で、この気持ち申し訳なさそうにある椅子がつぼりました、この部屋で。もうカバン置きにしか使えない感じです。よいしょ。机も気持ち、あ、来た来た来た。よいしょ。あ、なに、sorry sorry sorry。そう、パスポート。sorry sorry。Good night。危ない危ない。パスポートないと俺明日出国できないや。で、水が2本あります。で、洗面所なんですけど。トイレがここにあって、洗面所はここ、まあ、近い感じ、こんな感じか。こんな感じです。で、
お、歯ブラシもちゃんとあると、はい、鏡でかいねと、あーこれは嬉しいね、シャワールームなんですが、シャワーだけなんですけど、ちゃんとこのカーテンあるの助かります。これないと本当に足元ベチャベチャ、便器ベチャベチャになるので助かります。でシャンプーとボディーソープそれぞれ分かれてます。まあ、今回持ってきてるんで気にせずに自分のやつ使っていきます。こんな感じです。これでだいたい9000円でした。この前に予約してたのがあの有名なチョンキンマンションの中にあるホテルだったんですけど、ちょっとここ最近話題になってるトコジラミでどうしようかなと悩んでいたら、それ以前にダニやらそういったのがたくさんあって清掃不足っていう噂が載ってたので、やめてこちらにしました。変えて正解です。ルームツアー以上。念のためにトコジラミのないかチェックします。まあ多分ご夫婦ちゃんとやってると思うから大丈夫だろうけど、トコジラミツルツルしたところが苦手な感じみたいなので、カバンは必ずこの上に置きましょう。あとは四隅だよね、四隅。ああ全然見えないよ、全然見えないよ。なんかトコジラ見て目視がどうやらできるらしいサイズ感で、ちょっともうよいしょ、ああ多分問題はなさそうかな。一応これもめくっとこうかな。あー大丈夫そうだね。じゃあ今から香港初食事してきます。出てきました、フルーツ安っ、なんかお餅もあるし、さあちょっとこの辺散策します。いやー久々に来るからなんか新鮮。ここもなんか以前 SNS で見て気になってたんですけど、結構人多いですね。これはまた後日来たいと思います。結構多い。こっち側にもあるんだ、両サイドにある。あ、イケ姉ちゃんが、イケイケ姉ちゃんが誘ってる。顔怖っ。なんかちょっと屋台みたいな感じの場所が出てきました。9時半です。なのに活気はすごいある、すごいな。両サイドご飯、ご飯あ、いいね、ビール。 Google マップで気になってた店はあったので今その近く来てるんですけど、あれかな、違うな、違うな。なんか Google マップで調べてたおじさん一人がやってるお店があって、そこが美味しいっていうコメントが結構書かれてたので気になってるんですけど、どこにあるんだろうな。しまった、ここだ。今日やってないっぽいですね。一応 Google はやってるっぽいんですけど、やめちゃったのかな。いろいろある。これなんだろう。あ、麻雀。すごい。こんな感じであります。こっちはパブかな。なんだこれ、古着。一応55で全部統一してる。あ、これも美味しそうだね。あ、安っ、20じゃん。しかも日本語めっちゃ書いてある。これは日本人向けのとこかな。あ、でも20か。なんか香港は結構高め。よくわかった。到着しました。めっちゃうまそう。てか手羽先だったよ、全然知らずに頼んでました。いただきます。スーッとつき、うっそ、よいしょ、よいしょ、いただきます。
結構いい味してる、うん、うん、うまっ。あ、これ美味しい。完食しました。美味しかった。これを食べてきました。この店です。パン古かったんでね、ちょっと怪しかったんですが、やっぱりこの値段ではありませんでした。まあ、正直な感想としては、別に香港で食べなくてもいいレベルでした。あ、安かったじゃん。何やと、美味しそうじゃねえか。この店は相変わらず人気だ。明日でもちょっと行ってみようと思います。よく見たらホテルの目の前、麻雀の会場じゃないな、いわゆる賭博会場ですね。すごい、セブン寄り回る。アルコールは、あ、あった。え、安っ。9、9、え、安いな。思ってる以上に安い。9、お、100、166円じゃん、チーター。あ、でもドラフトか。ちょっとまだなんかお腹減ってるんで、気になったさっきのヌードルの店行きます。多分15で食えるはず。ちょっと行ってみたいと思います。何があるかな。はい、頼んでみました。うどん、いただきます。いただきます。いただきます。うまい。あ、うまい、うまい。焼きうどんって感じ。うまっ。ほぼほぼ美味しい。値段は15香港ドルなので280円です。はい、完食しました。美味しかった。美味しかった。ここまた来るかも。あの絶妙な味でうまかった。正直さっきのご飯より今のやつの方がめっちゃ美味しかったです。お腹満腹なのでコンビニでビール買って帰ります。帰ってきました。香港初日これにて終了です。最後はね、コンビニで買ってきたチンタオビールいただきます。これが香港ドルで11なので、お、203円になります。なので日本より若干安い気がします。じゃあいただきます。いただきます。あー、うまい、うまいぜ。待って、これとあのさっきの焼きそばでよかったんじゃね。おはようございます。2日目朝です。予定よりも1時間早く起きて、ただいま7時です。なんだろう、すごい並んでる。何やろな、年配の方が座ってるから、なんかバスかな。今から、ウォン大神っていう、お寺に行きます。香港で一番大きいお寺として有名なところへ行ってきます。平日なので学生さんとかサラリーマンの人が出勤中です。そこに混じって乗ります。はい、最寄りはこのヤウマテステーションです。じゃあ早速これで買っていきますが、英語はできないのかな。え、ワンシンゴ、何これ、何これ。ワンスンゴチュンチキスマークリボイン。おお、そういうことか。ちょっと待って待って待って。
取り消し。あった。あ、これ反応してんだ。おお、すごい。すげえ、一見タッチパネル風じゃないのに反応するんだ。あれ、あれ。はい。よいしょ。はい、変えました。通常であればオクトパスカード買うのが便利なんですが、私家に置いてきてまた買う気にもなれなかったので、この1回分のチケット購入しました。まあ1回1回買わなきゃいけないんですけど、もし面倒でなければこれもいいかなと思います。じゃあ早速入っていきます。香港はね、この速さが売りなんですよね。で、右側通行みたいな、違う、右側に立って左側がみんな走っていく感じです。あれ、緑のレーンかな。あ、緑はさらに下か。こんな感じでだいたい所要時間12分で着きます。で、駅からもほぼ直結で1分です。お、ちょうど来た。これで、あの、ウォンタイシンという駅で降ります。なので、ここからだと2、4、6駅です。ちなみに、乗車料金はこんな感じで140円ぐらいです。なので、日本よりも安い感じです。ぼーっとしてたら着きました。ウォンタイシンです。ウォンタイシンは、あ、B ですね。 B なのでこっち側かな。はい、入れます。帰りは入れる形になります。行きはタッチ式。ここは何年ぶりだろう。何年ぶり、6年、7年ぶりに来ました。はい、ここですね、温帯神。前降りてびっくりしたのが、ここ近くにどでかいモールがあるんですね。この左側に見えるこれ、はい、こんな感じ。ここがモールなんですけど、まるで寺が隣にあるように全然見えない近代的なところです。で、デパートを反対側にしていくと、あっちの方に、お寺があります。で、ここを通り抜けていきます。すごい、右手に線香の売り子がいます。これ多分でかすぎみたいな感じかな。地元民は声かけられてましたけど、私は声をかけられませんでした。多分カメラを持ってるからでしょうね。ちょっとゆっくりしてから購入したいので、まずはお寺の方に向かいます。確か記憶ではここにあった、こういった形で屋台があるので、ここで前お線香を買いました。すごい、このね、お寺の向かい側もすごくて、マンションがこんな感じであります。すごいよね。で、あそこに、あ、名前がテンプルモールなんですね。ウォンタイシンテンプルモール、すげえな。日本で言えば神社の隣にイオン、ララポートがあるイメージかな。こんな感じの広大な敷地の中にこのお寺があります。で、まず参拝前にちょっと確認します。まずお線香、お参りグッズでお線香必要になるので、それを買っていきます。なんか境内の中に無料のお線香、誰かが残したやつが置いてあるのもあるらしいですけど、自分で買いましょう、これは。で、その次に、あの正面に見えるあれですね、あれキリンらしいんですけど、
麒麟像に触れるというのが一般的です。で、触れる場所は自分が、直したい部位とかあればそれで触れるらしいです。見た感じ、はい、ちょっと今拡大しましたが、鼻と足が結構金ピカになってるので、みんなその辺を触ってる感じです。じゃあとりあえずこんな感じでいきます。まずお線香買います。お線香は多分9本買えばいいですね。3つあるらしいので、それぞれ3本ずつの3箇所、3本お線香、お線香こんな感じで浮きてるみたいです。何が違うんだろう。いいや、買ってみよう。うん、How much? 15. 15. Can I have 10? I have 15. 10. Okay, thank you. いいね、この緩い感じ。ご飯食べながらの接客。ということで、これが10香港ドルです。なんかちょっと長いのが多分15だから、10が180円、15は15は、はい、10がこれぐらいで、15がだいたい280円ですね。こんな感じ、はい、正面ここですね。じゃあ早速入ってきます。お、だいたいみんな足かな。じゃあ私も足とか、あとは花粉症持ちなので鼻も持っていきます。あ、違う、私は肩だね。肩ってどこだ、この辺かな。もう編集で疲れ切ったところで肩持っていきます。確か徒歩で上がってたはずなんですけど、多分見た感じここ数年ぐらいで作ったっぽいですね。まあ、高齢者の人が多いからそれに対応してかな。上がってきました。やっぱ朝一はね、人少ないね。はい、これが本殿ですね。ここでもう一回確認します。みんなここでなんかお辞儀してるな。ここは十二獅子の銅像が出てきてます。ここがまあ本堂っていう形で、でここの脇を進むと、あそこですね、目の前のあの辺りがいわゆる線香に火をつけるエリアです。で、ここで火をつけて本堂に持っていく感じです。きちんと両手で持ってお参りしたい。わかります、両手で持たないといけないのか。これだ、あれなんだ、ここに無料の線香あります。へー、あ、で、あそこに参拝の順番が書いてあります。おー、とりあえず火をつけます。よいしょ、はい、こんな感じでこれを火つけていきます。あら、プラスチックです。おばちゃんが釣り込んで、こんなもんでいいのかな。ついてないな、これ難しいな。あ、 OK ですね。こんな感じで、おっ、こんな感じで火がつきました。で、プラスチックのゴミは
よいしょ、ここで。で、どうやら左手で持っていくのが正しいみたいです。あ、いい匂い、線香いい匂いするな。はい、ってことで本堂はこちらです。で、線香が当たらないように高いところで持っときます。よし、お、はい、ここが本堂です。じゃあ早速お参りをしていきます。両手でちゃんとやりたいと思います。さあ、ここは本堂ですね。ここで、真ん中と左と右ってどういうことなんだろう。なんかちょっと人のやつを見ながらやってみます。こんなお願い事しました。で、ここに多分3本、おお、3本ずつ刺せばいいんだと思います。ちちちち、あ、ちちちちち、んー、でこっち、あつ、多分次はここですかね。やっていきます。これです。ここが最後なのかな。いや、違う、あ、ここだね、書いてある、ちゃんと3番。さっきのとこは多分合ってると思うので、最後。おお、金ピカ、すげえな、こんなんだっけ前。ちょっと当時の動画がないのでわかんないんですけど、うん、綺麗。あ、ここですね。3カ所目はこちらです。で、これはきちんと刺しましょう。さっき本殿で失敗したので、しっかりと刺しましょう。参りしてきました。3箇所きっちり、マニュアル通りにやってきました。お願い事については内緒です。ちょっとね、お線香で喉がやられました。お、なんだこれは、なんだいこれは。おお、男女、ん、男女でやらなきゃいけないね、これ。とは言っても男女でやってる人あんまりいなさそう。ちょっと最初は余裕がなかったので、ここで寄付をしていきます。よいしょ、このこっちの方が良さそうだから。じゃあさっきできなかったおみくじをやっていきたいと思います。これを持ってってなんか振るらしいです。ちょっと説明を読みたいと思います。まず空いた場所に、今これ膝をついてるんですけど、ここに座って頭を下げてお祈りをします。で、ここで仕事、恋愛、健康など占ってもらいたいことを念じながら振るという感じです。まずじゃあ頭下げていきます。続いてで、1本だけを落とすみたいですね。難しそうだなこれ。どうやって落とすの、どう頑張っても無理な気がするけど、しまったな、やってる人を見ればよかった。
どれだ。ああ、やっぱこういう感じなんだ。やっぱこれがあって。全然落ちない。やっぱ横にやっていくんだ。よし。落ちた。これでスキャンするみたいです。これでいいのかな？ああ、中吉です。ちょっとスクショ撮ろう。ああ、いっぱい書いてあるね。なんかなかなかいい結果でした。参拝してきました。参拝なんですけど、だいたい8時ぐらいを目安に来た方がいいです。というのは今時刻が、これ日本時間の10時じゃない9時なんですけども、かなり人が増えました。朝一の方がゆったりとお参りができるので、ぜひ来られる際は8時を目指して、それ以降の時間については、前来た時は3時か2時に来たんですけど激混みでやばかったのでお気をつけください。この参拝してる時気になったのは、このカラフルな家住宅何なのかなっていう。でも中には入れなさそうなので、もしかしたら学校かな。昨日 YouTube で気になってたのは多分この店です。あ、これだ。あー、なんか素敵。持ち帰りかな。早速入ってきます。あ、なん？あ、なん？あ、いつ？ノーノー。あ、テイクアウト？ノー。なんか知らないけど断られました。なんでやろ、よくわからん。せっかく食べようと思ったのに。多分これ前7年か6年前に来た時に買ったパン屋さんですね。懐かしい。まだやってる。この時は変な豚足食ったせいで何も食えませんでした。今からこのプリンスエドワード漢字で読むと太しに行きます。プリンスエドワードに着きました。あ、こんな感じで売店も地下にありますね。電車のところに困った時はこの辺で買えそう。おお、美味しそう。さあ今時刻が、9時半ですね。ちょっと朝食を食べに行きたいと思います。香港は本当ね、喫煙がみんな適当なのか、やたらめったら吸ってます。あと割と自由。これが灰皿らしいです。今では日本で絶滅したサークル系もあります。この焦らせる歩行者音もやっぱり好きですね。日本じゃ絶対流行らない。到着しました。お、結構いるな。お、結構満席だ。前来たことがあるワンルームス。うわー、結構満席だな。空いてなさそう。メニューがこんな感じ。あ、前と変わらないね。
Hello, one. すごい、一人席これは。よいしょ。メニューはこんな感じです。結構安いのが良くて、で、まさかの私一人用の席が空いてました。どれにしようかな。ちょっと選んでいきます。今注文してみました。今頼んでみたのがこのエビワンタンと、あとはあれどこ行ったっけ。本当一人旅にはうってつけの一人用の席を空いてたのでここに座らせてもらったんですけど完璧。で、これがお茶でしたね。何かと思ったらすごい濃そう。コーヒーみたい。いただきます。いただきます。あ、美味しい。ちょっと空気が悪いのか喉が結構やられてて、多分昨日のエアコンのせいかなとは思うんですけど、マスクつけてる人の気持ちが分かりました。鬼の速さで伝票を開けました。で、頼んだのはこんだけで89香港ドルになるので、89だとだいたい1650円ぐらいですねになります。ちなみにこのお茶、まあ、自動的に運ばれてきたんですけど、どうやら有料みたいです。まあ、日本がいかに無料でサービスしてるかっていうので感謝します。まさかの想像してたご飯と違ってこんな感じで出てきました。これがあ、また忘れちゃった。これがこれですね。39番、スティームドドライドオクトパス、あれオクトパス&ミンチミートライスということです。土鍋かと思ったらこれに来ました。早速いただきます。これ美味しそうだね。硬っ。結構固め。あ、これもっとソースつけてもらわなきゃいかんかったかな。あ、でも染みてるね下に。こんな感じです。美味しそう。いただきます。うん、うまっ。これ感動。これはうまい。さすがこのお店。いや、うまい、うまい。あ、いや、おお。続いて届いたのはこれ。これがあの肉のやつですね。25番肉団子的な感じのやつです。これか。スティームビーフボール。めっちゃうまそう。これもうまいものに囲まれて幸せ。うん、うん、うまい。このボールもいただきます。うわ、でかっ。ちょっと待って、くっついて取れんな。でかい。あー、おーほほほ。はい、でかい。湯気いっぱい。いただきます。うん、あ、なんか独特。うん、香辛料かな。なんだろう、単純にビーフをギュッとした感じじゃなくて香草系、なんかハーブ系が入ってます。美味しい。でも最後がエビワンタンですね。で、これがソイソースかな。なんかお酢って書いてあったんで、変、なんか翻訳したらこれをつけて食べる感じになります。マジでオールスター。で、実はこの店、4年半前に今よく動画に出てきてるヨッシーと来た店なんですけど、その時はちょっと違う店舗に行ってて、まあ、何よりもご飯が美味しい。あと、まあ、ビールもその時は飲んでたんで、ビールも飲んでたんですけど、めちゃめちゃ美味しくて、その時2人で4000円ぐらい、まあ、そのうちの2000円かビールだったんですけど、計4本頼んだ。でも、もうこのここら辺のものが全部美味しくて、で、今回また来ました。なんか前回来た時はね、2人だったんで本当いろいろ食べれたんですけど、今回1人なんで厳選していかなきゃいけなくて結構大変でしたけど、いい選択でした。おー、エビワンタンいただきます。
うん、うまっ、うまい、パリッパリ、なんか見えるかな、これちょっとエビがちょっとちっちゃめなんですけど、他のやつは結構大きめ、おいしい。よく考えてみると昨日の香港初料理あれが66だったんですけど、これ89、こっち来ればよかった。これよく見たら、まあ、牛肉なんですけど、なんかすごい野菜入ってた。あとこの湯葉っぽいものもついてきました。完食しました。美味しかった。お腹パンパン。やっぱ一人で頼むなら2つぐらいが一番ちょうどいいかも。でも3つ食べれたので美味しかったです。食べてきました。美味しかったです。そしてまさかのこの行列。正直この値段でこのクオリティならそりゃ皆さん並びますよね。で時間が今10時半でこれなんで、すごい。店舗は複数あるんですけど、やっぱりここの、プリンスのところが多分行きやすいのか人が多かったです。美味しかった。では、12時チェックアウトなので今からホテルに一旦帰ります。これ見るとなんか香港って感じがするな。香港はですね、この見ての通り、あのエアコンの室外機が外側にあります。なのでもっと暑い夏場の時、特に7月8月9月とかめちゃめちゃ暑いんですけど、あそこから水がめちゃめちゃ垂れてきます。で垂れてくるとその下にある歩道のところが水浸しになっていくので、歩いている時によく濡れます。香港来る際はご注意を。すごい、猫の多分ご飯専門店、今日はやってないけどすごいな。香港ってこんなダウンとか着る機会ってあんのかな。やばい、何これ斬新。あ、待って、ゲーセンじゃん。これもはや落ちなくね。入んないよな、これどう考えても。鬼難易度。なんか香港の難易度高くね。なんだこれ、どうやってやんだろう。掴んで落として、なんかむずくねこれ。あそこでなんか、これはこれはないですね。じゃんけんか、違うな。効果で、あ、入れていくのかな。むず。お、スイッチがある。そりゃそうなるよな。これはこうなるし、なんだったら箱ボコボコじゃん。これみんなやりまくってんな。あ、しかもこれ日本語だから日本から買ったんかな。それっぽいな。またゲーセン発見。意外と香港ってゲーセンが盛んなんだ。うわ、まあ、日本と大して変わらないラインナップだけど、やっぱり仕様が鬼むずい。お姉さんゲームしてるよ。お姉さん撮ったのかなこれ。すげえな。香港ってゲーセンというか UFO キャッチャー結構盛んみたい。月収1000万になる方法はこうやってやるんだっていう広告かな。あ、うさんくさくてしょうがない。帰ってきました。今からちょっとゆっくりして、でももう1時間切ってるので、荷造りしてチェックアウトします。チェックアウトしました。で荷物預かってもらえるってことなので、その時にデポジットを返してくれるそうです。ホテルはこちらでした。じゃあ今から、ちょっと海沿いの方に行ってきます。今からこのチムサーチっていうところに行きます。あのブルースリーとか置いてあるあの海辺の方に行きます。すごいぞ。
今チムサーツリーに来たんですけど、すごい、なんだろうね、あれデパートかな、すげえ建物がある。高級デパートですね、あれ。バーバリー・ロエベ・カルティエ K11 っていうデパートっぽいです。夏よりも涼しくていい。あ、レゴランド香港がある。名古屋はあんな感じだけど、香港はどうなんだろう。おお、荒ぶってるね、タクシー。香港のタクシーって、まあみんなほぼ赤色なんですけど、荒い。結構スピード出すし。待って、アストンマーチンじゃん、マジ。やばー、アストンマーチン。海沿いエリアにやってきました。この辺は割と観光客の人も多いし、いろんな国の人もいるから、なんか見てて面白いです。香港ミュージアムオブアートっていう美術館もあります。本当は夜景を見にこっちの方とか、せめて、昨日の屋台街というかマーケットのところで見れればよかったんですけど、ちょっと時間が時間だったので持ち越しになります。さあ出てきました。ここがいつも夜景を見てるプロムナードのとこになります。昼間はこんな感じでゆるっと過ごしてる人が多いです。まあでも昼間も昼間で多いな。今日は割といい天気。あの噂のブルースリーもこの辺にいます。今がここで、ブルースリーが反対側だね。香港の景色と、はい、なんか懐かしいな。本当に久々にこの辺に来てます。個人的に九龍島から見る景色の方が綺麗かなとは思います。おお、学生よ、すげえ寝方してるな。対岸が、香港島です。で、まだ1回も香港島からの夜景見たことないので、ちょっともし今回時間があれば挑戦してみたいなと思います。噂で聞くところによると、どうやらこっち側の香港、違う、九龍島からの景色の方が綺麗みたいです。比較的やっぱり欧米の人は少ないですね。もうほとんどがやっぱりアジア圏、中国圏の人だです。まあ、確かにこの数年で物価が急上昇して、でやっぱり、ね、国の情勢も変わってきて、香港が住みづらくなってシンガポールに移住したっていう人も多くいるので、その辺も影響してるかもしれないです。でもとにかく過ごしやすい。いつも真夏に来るから汗だくでここを歩いてるのを、こんなにすがすがしく歩けるのは初めてです。やっぱり観光名所だけあってすごい多いです。人が多い。ちなみに海はそこまで綺麗じゃないです。すげえなこれ、このいびつな形。まるでタイのあれを思い出すな。ホテル名忘れちゃったけど、泊まったあの鳥の巣のようなホテルに行けます。海外らしいね、パン市でのランニング。これ自販機とかも売ってたりはするんですけど、値段が結構する。12香港ドル、まあ、200円以上します。目の前が、ここですね、には高級なホテル、シャングリアもあります。私とは無縁のホテル。こっちの方に見るの確かフェリーターミナルだった気がします。マカオ行きのフェリーがあそこから出てたような気もしますが、記憶が定かではありません。なんだこの謎の豚？象？豚？謎の金色の豚と撮る皆さん。スターバックスの奥に見えましたが、ブルースリーって確かもっと海沿いにあった気がするけど、
場所移動したのかな。こんななんかちょっと奥まったところにはなかった気がするんですが、みんなが取りすぎるせいで場所移動したのかな。おっちゃんがかっこよくやってます。取ってもらう相手がいないので、こいつ家族でスリーショット。ここもプロムナードで有名な場所で、上から見ると結構景色がいいです。ちなみに夜景を見に来るとなるとめちゃめちゃ人多いです。はい、こんな感じ。こっちの風景見るとやっぱりちょっとアジアじゃなく、もともと植民地だった面影もあって、こういう洋の建物もあります。ちなみに今この辺に見えるのがフェリーターミナルで、これでクーロン島から対岸の香港島まで行けます。確かめちゃめちゃ安くて、いくらだったかな、なんか何十円っていうレベルで100円もいかない感じでした。確か香港ドルだと2か3かな、ちょっと詳細は載せときます。旅に行くと割と前撮りの人に出会うことができます。で、今からこのパシフィックコーヒーってとこ行きます。このオーディトリービルディングの中らしいので入ってきます。おそらく多分チェーンのコーヒーかなと思うんですけど、初めて。お、店内めっちゃ静か。と、はい、アイスアメリカーノのポールサイズが来ました。値段は600円ぐらいですね。いい値段。いただきます。静かだったのですごい過ごしやすかったです。なんだろうあれ、兄貴がすごいかっこよく映ってる。あの有名なフィニッシュランがここにあります。なんかチョコレートだけでも何千円するレベルのものを売ってるホテル。いやーすげえ。確か前回もなんか入ってみたいっていうので一緒に入ったんですけど、もはや富裕層しかいませんでした。今からこの赤い線をの電車に乗ってまたヤウマイタイに戻ります。日本で絶滅したサークル系は海外ではこういう風にまだまだ現役でやってます。ドリアン誰か落としちゃってるよ、かわいそうに。はい、今荷物を受け取りました。これから空港に向かってきます。まだ時間がありそうなので、目の前に見えているあのベーカリーで例のものを買ってきます。香港といえばこのエッグタルト、今回1個も食べてなかったので食べてきます。はい、いただきます。うまっ。これが7香港ドルです。ちょうど空港、あ、やばい、行っちゃった。 A の21、 くそん、マジか。あら、行っちゃった。無事バスに乗れました。さて、空港に向かいます。空港に着きました。昨日ぶり、まだ1日経ってないです。お兄さんのカバー笑ってるようにしか見えないわ。チェックイン終わりました。オンラインチェックインしてたんですけど、なんか発券が機械でできなくて、カウンターに行ったらアラブ系の人がやってくれたんですけど、ピーナッツ食いながら
チェックインをしてました。無言で、約1分2分ぐらいで発見してもらいました。さすが海外緩いね。出国していきますということで、香港編は一旦終了です。次はマレーシアに向かっていきます。ということで、ご視聴ありがとうございました。いいね、コメント、チャンネル登録ぜひお願いします。ということで、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。